袋で、一番最初にハンバーガー屋を、オープンさせました、うん、まあ、ハンバーガーっていうと一概に日本人のお客様ってやっぱり軽食っていうイメージがあると思うんですね、やっぱりその軽食じゃなく、アメリカの文化として日本人にもちゃんとした食事として、召し上がってもらいたいというのが、一つの狙いですね、うん、まあ、価格帯でいうとやっぱりね、他店のファーストフードさんにはね、価格で勝負しても、勝てない部分があるんで、まあ、それ以外の付加価値といったらボリュームでありソースであり、うん、またパンであり、うん、そういった形で、お客さんの幅を、うん、ハンバーガーこういうものだよっていう感じで、うん、広げていきたいなっていうので、変わり種のハンバーガーもいいんですけど、うん、やっぱり普通のシンプルなチーズバーガーとかハンバーガーを召し上がっていただくのが一番、お店の味が分かると思うので、うん、まあ、それを召し上がっていただいて、うん、次回こう変わり種のハンバーガーにチャレンジしてもらいたいなっていうのが正直な気持ちです、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、しまーす。こちらハンバーガー、ここちゃんもいます。そんな感じだった。そう。